皆さんこんにちは、あかりことしたあかりです。さあ今日はですね、前に私がイメージモデルをさせていただいているこちらのアイクローゼットっていうカラコンのね、付け比べとそれに合ったメイクを紹介させていただいたと思うんですけど、アイクローゼットからまた新色が2色こちら2つ出たので、この2色を付け比べしながらそれに合ったメイクを紹介していきたいと思います。それでは今日も行きましょう。あかりの女子力動画スタートです。はい、ということで早速紹介していきたいと思うんですけど、今回ですねハーフタイプの2色がまた新しく出ました。まず1つ目に紹介するのがこちらの今私がつけているものなんですけど、こんな感じのカラーのキャラメルブラウンというカラーになります。ギャガンと比べるとこんな感じです。最初に発売した4色にはなかった高発色を意識したデザインになっています。ラガンが黒めの方でも茶色い方でもしっかりと発色するように2色の明るめのベージュ系やブラウンを掛け合わせて作られています。内側のブラウンをちょっとオレンジっぽくすることによってこうベタっとならないで立体感が出るようになっているんですね。で、見てもらったら分かるようにこの縁が結構細めに作られているので、ハーフカラコンだけどそんなギャルギャルしくならないっていうのがいいポイントですね。ということでね、これに合ったメイクを軽く紹介していきたいと思います。そう、今私軽く普段通りメイクしているんですけど、ここからさらに足していきます。まずアイシャドウですね。アイシャドウはこういったマット系のブラウンを使用していきたいと思います。こうすることによってよりハーフっぽい彫りの深い顔になるんじゃないかなというふうに思いますね。で、少しちょっとポイントになるようにこういったボルドー系のカラーを細い筆にとって下まぶたの際に入れていきます。はい、アイシャドウこんな感じですね。結構カラコンの色にこのアイシャドウの色がすごく合っていい感じだと思います。で、チークですね。チークもちょっと大人っぽい系のこういったカラーを今日は使ってみたいと思います。でね、こういう系のチークを入れるときはこの頬骨に沿って斜めに入れると顔がねシュッと見えるので、それもポイントですね。フェイスラインを綺麗に出したい方とかはここに斜めに入れると、頬骨のちょっと下あたりに入れるとフェイスラインがこうシュッと見えるんですよね。最後リップですね。リップもちょっとマット系のアイメイクに合わせてこういったカラー使用していきたいと思います。はい、こんな感じですかね。普段とガラッと変わってちょっとハーフ系の大人メイクにしてみたんですけど、いかがでしょうか。そう、カラコンの色がねちょっとオレンジ系だったりするので、それに合わせてアイシャドウの色をブラウン系にして、それに合ったボルドー系のカラーをポイントに入れてみました。普段ねやっぱナチュラルなカラコン入れることが多いので、こういったハーフ系のカラコン入れるとガラッと印象が変わって、なんか自分じゃないみたいだけど、カラコン一つでこれだけ顔が変われるならすごく楽しいなっていう風に思います。はい、じゃあ続いてもう一色の方紹介していきたいと思います。はい、もう一色のクリアグレーの方付け替えてみました。透明感を意識したグレーカラコンとなっています。ベタっとなりがちなグレー発色に透明感が出るようなデザインにして、きつくなりすぎない自然な発色になっています。カラコンを使う人ってわかると思うんですけど、こういったこう透明感のあるカラコンってこう白目との境目がすごい透けて分かりやすかったりするっていう難点があったりすると思うんですけど、これはですね白目との境目が透けないようにデザインされているので、裸眼の時のね黒目が小さいっていうのが悩みの方とかもすごくつけやすいと思います。私もねどっちかっていうと黒目小さいから白目が透けること多いんですけど、これは透けないしいい感じです。はい、じゃあ早速これにあったメイクしていきたいと思います。春夏使えそうな爽やかな系のメイクにしていこうかなって思います。大きめのラメのシルバー系のアイシャドウを入れていきたいと思います。これね、ラメのアイシャドウを入れるときは黒目の上から広げていくのが綺麗になるポイントですね。その方が瞬きした時にキラッとして可愛いです。そしたらその上から青みピンク系のアイシャドウを重ねていきます。目尻側を濃いめに入れていきましょう。で、細い筆に切り替えて下まぶたにも入れていきます。そしたらちょっとこういったブルーのアイシャドウを細い筆にまた通って、ちょっと目尻側に跳ね上げラインを描くような感じで入れていきます。ブルーのアイラインとか持ってる方はアイラインで引いてもいいと思います。はい、アイメイクはこんな感じですね。そしたらこのアイメイクに合わせて、あとは青み系のピンクのチークを頬の高い位置に入れていきます。あとはクリアピンクのねリップとかを塗ってチュルンと感を出したいと思います。はい、
これでクリアグレーに合ったメイク完成です。ちょっと普段とは違ったカラーメイクみたいな感じにしてみたんですけど、どうですかね。本当にこのねカラコン自体がすごい透明感があるので、こういった青み系の透明感がないと使えないようなカラーとかにもすごく合わせやすいと思うので、これから春夏カラーメイクどんどん使えると思うので、カラーメイクの時ってさ、普通の裸眼でやるよりこうちょっとカラコン入れた方がよりこう普段と違った感じとかも出ると思うので、ぜひそんな時にも使ってほしいなっていう風に思います。はい、というような感じで2パターンのメイク紹介していきましたが、皆さんどっちのカラコンが気になりましたかね。ちょっと自分の肌はイエローベースだなっていう方にはこっちのキャラメルブラウンの方が馴染むと思うし、どっちかというとブルベだなって思う人はこのクリアグレーが馴染むんじゃないかなっていう風に思いましたね。そう、でも今回私こういった感じのメイク方法を紹介したんですけど、全然違ったメイク方法でまた違った印象になれると思うので、ぜひ皆さんにも使っていただきたいなっていう風に思います。はい、ということで今日はですね、こちらの私がイメージモデルを務めさせていただくアイクローゼットについて紹介しました。こちらのアイクローゼットはですね、下の概要欄にリンク貼ってあるんですけど、カラコン通販サイトホテラバで初回なんと500円でご購入いただけますので、気軽に試していただけたらなっていう風に思います。今回はこの2色紹介したんですけど、今日紹介したこの2色よりもよりナチュラルな4色を紹介している動画も下の概要欄に貼っておきますので、そちらの動画も合わせてご覧ください。ワンデータイプで10枚入りなんですけど、それが本当に500円で手に入っちゃうので、まだカラコン試したことないなって方とかも、ぜひカラコンデビューがこのアイクローゼットになったら嬉しいなっていう風に思います。はい、ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そして新しくできたサブチャンネルのあかりんちの方にもぜひ遊びに来てください。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんこと吉田あかりでした。バイバーイ。One, one, 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 one,